ウクライナ軍ロシア軍侵攻後からロシア軍ドローン破壊4800機突破大型機襲でも9月に入って400機ここ数日もイラン製軍事ドローンによる大規模な攻撃ウクライナ軍によると2022年2月24日から2023年9月20日までに破壊したドローンは4800機を超えた2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻 ロシア軍によるウクライナへの攻撃や、ウクライナ軍によるロシア軍侵攻阻止のために、攻撃用の軍事ドローンが多く活用されている。また民生用ドローンも監視、偵察のために、両軍によって多く使用されている。ウクライナ軍では2022年2月24日にロシア軍に侵攻されてから、殺害したロシア軍の兵士の数、破壊した戦車、戦闘機など兵器の数をほぼ毎日公表している。 2022年9月30日に破壊したドローンが1000機を突破した。1年間で約3500機破壊している。2022年10月以降にロシア軍が頻繁に軍事ドローンで攻撃を行っており、ウクライナ軍は昼夜問わずに、ロシア軍の軍事ドローンを破壊している。ロシア軍のドローンやミサイルによる攻撃はウクライナの軍事施設だけでなく、国際人道法、戦争法を無視して、民間人や民間インフラ、住宅、 病院なども標的になっており、一般市民の犠牲者も出ているので、徹底的な迎撃が必要である。2023年5月以降もロシア軍の攻撃ドローンでの激しい奇襲は続いている。2023年5月には600機以上を破壊。6月には400機以上。7月にも400機以上。8月には300機以上を破壊している。2023年9月に入ってからもロシア軍のドローンでの奇襲は止まずに。 20 400日間で400機のドローンを破壊しており、ここ数ヶ月の中でもかなり早いペースである。最近はミサイルと攻撃ドローンを組み合わせて攻撃をしているので、被害も大きい。2023年9月4日には破壊したロシア軍のドローンの数は、破壊したロシア軍の戦車の数を抜いて、日々破壊したドローンの数は増えている。9月に入ってからドローンでの奇襲が続いているので、破壊しているドローンも多く。 破壊したドローンは2023年9月20日時点で4821機だが、戦車は4635台で大きく差が開いた。ロシア軍はイラン製軍事ドローン、シャハド136やロシア製軍事ドローン、ランセットを使用して、ウクライナの軍事施設や民間インフラを早朝や深夜に攻撃している。そのような軍事ドローンを多い日には、1日数十機迎撃して破壊している。 ミサイルと軍事ドローンの組み合わせで攻撃されることが多いが、安価な軍事ドローンはミサイルよりも多く使用されている。ウクライナ軍やウクライナのメディアではイラン製軍事ドローン、シャハドでの攻撃による民間インフラや一般市民の被害状況や、ウクライナ軍による破壊状況については頻繁に伝えている。ここ数日では、深夜のドローンとミサイルによる奇襲で、かなり被害が出ている様子がウクライナ軍の公式 SNS やウクライナのメディアで伝えられている。 ウクライナ軍はドローンを撃破すると公式 SNS でよく報告をしている、特にイラン製軍事ドローン、シャハドでの奇襲が激しいことから、同期を破壊すると破壊した数まで詳細に伝えている、またロシア軍の軍事ドローンで破壊された民間施設のビルや建物などの写真や動画も多く公開して、国際人道法、戦争法違反を訴えている。タブー破り、収支を直接攻撃。 米国版、戦狼外交の駐日米国大使、オバマの秘書室長、バイデン政府の実力者に挙げられてきた、米国のラーム・エマニュエル駐日大使63歳が、米国の戦狼外交官として注目されている。米国日韓ウォール・ストリート・ジャーナル、WSJ やタイムズ・オブ・インディアなどは、最近、中国の外交スタイルによく似たエマニュエル氏の言動にスポットライトを当てた。戦狼外交、または 私外交は中国の好戦的な外交方式を称する WSJ はエマニュエル氏が習近平国家主席を無能な経済管理人であると同時に外交政策は失敗して政府は混乱しているマキャベリ主義者手段と方法を選ばない権威主義指導者のイメージとして固めようとしていると伝えた一例としてエマニュエル氏は昨年4月 ウクライナ戦争でロシアの民間人虐殺問題が国際的な問題になるとツイッターを通じて暴力行為を道徳的に非難しない国はプーチンの血に染まった剣を一緒に握っているとしながら習主席クエスチョンマークと批判した最近中国の李尚福国防長官の行方が分からないと初めて知らせたのも彼だった15日 X 旧ツイッターに 習近平主席の内閣ラインナップが今やアガサ・クリスティの小説、そして誰もいなくなったに似つつある、信号外交部長の行方が分からず、今は李尚福長官が2週間、公開席上に姿を見せないでいると指摘した、続いて中国の失業、失脚も意味している、競争で誰が勝とうか、青年でなければ長官としながら、中国の青年失業問題まで合わせて狙い打った。 これに先立ち、エマニュエル氏は、習主席のプレイブックは明らかだ、犠牲になった命は全く顧みず、政治的利益のために抗が無地に人間の悲劇を利用する、習政府は、米国がハワイ山火事を起こしたという偽りの主張をまき散らし、新型コロナウイルス感染症、新型肺炎を米軍が中国に持ち込んだと非難し、福島に対する虚偽情報をまき散らしているなどのコメントも投稿した。 通常、外交官が外国の首脳を直接攻撃することは超えてはいけない線と見なされている。駐在国内政干渉禁止はウィーン条約上の義務だ。元祖戦漏、中国外交官もその激しい言動が国際的に問題になったのはこのためだ。中国式戦漏外交を駆使するエマニュエル氏の和法は、 彼が荒波の米国ワシントン・シカゴ政界を数十年間渡り歩いてきた、老練な政治家出身だからこそ可能だという評価も出てくる。現役の時も戦闘的な言動で、継投とよく言われた。2008年、米大統領選挙で初当選の上院議員だったバラク・オバマ大統領が当選する際の立役者となり、翌年オバマ政府の初代ホワイトハウス秘書室長に指名された。 その後、ホームグラウンドのシカゴで2011年から2019年まで市長を務めた。バイデン政府に入ってからは、米国の対アジア政策革新パートナーである日本大使の職に就いた。上院の承認を経て昨年1月に赴任した。駐日大使に指名されたエマニュエル氏は、日米同盟の護衛部士の役割も辞任している。最近、習主席に対する彼の批判レベルが高まったのも、 中国が福島原発汚染水放流問題を批判してきた流れと無関係ではない。エマニュエル氏は先月は福島県の飲食店を訪れて刺身を食べる場面を公開した。このように目につく行動に敵と全く同じようにするのは泥仕合にしかならないという懸念の声もある。日本の政治分析家三浦瑠璃氏はエマニュエル氏に対して私たちは敵と似ているかもしれないという危険を認知しなければならないとし 彼らは自分たちが仕掛けた戦いに私たちが巻き込まれるのを待っていると批判した。反面、エマニュエル氏は WSJ に私を批判するのは中国問題という本質から抜け出すことと反論した。シカゴ・トリビューンも20日、社説を通じてエマニュエルがバックチャンネル悪役を辞任しているからこそサリバン大統領補佐官国家安全保障担当や ブリンケンケ国務部長官が高級な道を選択することができるとして彼を支持した。